9回の表、四国明治株式会社の攻撃は2番赤澤雄平に代わりまして原田が代打いたします。2番原田、背番号7。3番ショート今4番ファースト安西
試合終了でございます。ご覧のように5対4で津田クラブが勝ちました。